先生。怪我しなかった？大丈夫です。今浮きって。ああ、これ。ぽや。天使！どこ行ってたのよ。心配したんだから。もしかしてその猿君の？そっか、よかった。カバンを開けたらこいつが菓子を食っててさ。すいません、迷惑かけちゃって。でもお前よかったな。飼い主に会えて。こら天使なんてことすんの。すいません、ほんとごめんなさい。ああ、いいっていいって大丈夫。それより俺、時は高志、よろしく。私、神崎。メーリン、ハスカ君、ほら天使見つかったんだよ。見つかったんだったらさっさと戻ってこいよ。ごめん。いきなり彼女を責めることないだろう。なんだお前。君が勇気あすか。そうだけど。あのね、あすか君、時和君が迷子になった天使を見つけてくれたんだ。本当にありがとう時和君。じゃあ帰るぞ。みんな心配して待ってるからな。メリン、まったね。ユキアスカ、お前は邪魔なんだよ。アスカ君、一緒に天心探してくれてありがとう。時和君にもお礼のメールを出そうと思うんだけど。あんな奴にメールなんか出す必要ねえよ。もしかしてやきもち？じゃあアスカ君がユエちゃんのこと好きっていうのは全部私の勘違いなの？こうなったら思い切って聞いてみるしかないじゃない。アスカ君、私聞きたいことが。あ、もうすぐ4時だ。え、最後の私立図書館閉まる時間だよ。メーリン、お前さ、みんな呼んでから来いよ。え、アスカ君は？俺は守衛さんに開けててもらうように先に頼んでくる。じゃあ後でな。せっかく勇気を出して聞いてみようと思ったのに、今日はなんだかついてないよ。ラッキーカラーだけじゃダメなのかな。そうだ、我が風水を司るシェンロンよ、ハオユンライダー、この乙女の願いを叶えよ。ラッキーアイテムにピンクのハンカチも必要だったんだ。え、何なの今の。ないかな、ピンクのハンカチ出てこい。あー、メリー、神崎、天使いたか。あ、見つかったのね。うん、迷惑かけてごめんね。あっきゅん、よかったね天使。シュウコ、これ貸して。あ、別にいいけど。トイレ？私、アスカ君にどうしても確かめなくちゃいけないことがあるの。先に私立図書館に行ってるね。メリン、今度こそきちんと確かめなくちゃ。ラッキーアイテムがあるんだもの。行け、我が式神を。って言ったのに。あいつ
立て札見なかったのかよ。メリー、聞こえねえのかよ。メリー、あ、もう、あ、待って、危ない危ない、ラッキーアイテムをなくすところだったわ。なんだろう、胸騒ぎがする。急がなくちゃいけないような気がする。あれ、メリーじゃない？どこ行きだよ、あっちは図書館じゃないぜ。待てよメリー、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 ありがとう、メリー。間に合ってよかった。でも、私どうやってここまで上がってきたんだろう。またこの白気が光ったような気がしたんだけど。うん、でも助かったなんてまだ信じられねえよ。信じられないのは私だよ。え？アスカ君、本当にユエちゃんのことが好きなの？は？お前何言ってんの？ごまかさないで。好きなら好きってはっきり言って。小日のこと好きなのは品川だよ。え？でへぇー。でも公園で見てたモバイルは？ああ、あれは品川がトイレに入ってる間に見せてもらってたんだけど。早とちりなんだからメイリンは。なるほど、それで落ち込んでたんだ。あ、閉館まで10分もないよ。け、大変。待ってくれよ。急ごうぜ。うん、やっぱり私はアスカ君が好き。この気持ちは誰にも変えられないよ。メイリン、君はもうすぐ俺のものになる運命だ。そのことを忘れるな。してた腕時計が
私でも大活躍のラバンを紹介するね。これがラバン、風水師の必須アイテムなの。方位磁石と占いのデータベースが一緒になったすごい道具なの。台湾ではローパン、香港ではロブンと呼ばれているんだよ。へえ。なんか気分が冴えないあなた、玄関に鉢植えを置くと元気回復だよ。ねえ、聞いた聞いた、今度うちのクラスに転校生が来るんだって。いやー、それって超美形中華。え、あなたは確か。次回転校生でラブパニック。ハオユン、ライラ、この乙女の願いを叶えよ。